それいけ。アンパンマンハピーの大冒険は2005年7月16日公開の映画、それいけ。アンパンマンシリーズ通算第17作。同時上映作品は、それいけ。アンパンマン黒雪姫と、モテモテバイキンマン。全日本私立幼稚園連合会、社会福祉法人日本保育協会推薦作品。キャッチコピーは、さあ。アンパンマンと本当の勇気を探しに行こう。本当の強さとは、勇気とは何かをテーマにした作品。近年の劇場版では、女性タレントの起用により、ゲスト側の主人公は女の子に固定されていたが、本作では、友坂理恵がアンパンマンに憧れる男の子、ハピーを演じる。アンパンマンに憧れている男の子ハピー。ある日、戦う彼のかっこいい姿に憧れ、住処であるドデカツリーを飛び出す。長旅の末アンパンマンと出会ったハピーは彼に弟子入りするが、人助けばかりで地味なアンパンマンの日常にがっかりする。そんな時、謎の毛虫、グリンガを連れたバイキンマンが登場、力で相手をねじ伏せる悪の道へとハピーを誘う。やがて、怪物に変身したグリンガに食い荒らされて、絶滅寸前になってしまうドデカツリー。必死で守ろうとするアンパンマンたち。その時ハピーが見たアンパンマンの真実の姿とは？詳細はアンパンマンの登場人物一覧を参照。砂漠で雪倒れそうになっているところをアンパンマンに助けてもらう。バイキンメカ、それいけ。アンパンマンハピーの大冒険の同時上映作品。劇場版アンパンマンシリーズで唯一のラブコメ作品。湖のあぜの別荘にいたバイキンマンたち。ドキンちゃんに命令されてフルーツを取りに行ったバイキンマンはとある雷雲へたどり着いた。そこには黒雪城という城があり、黒雪姫というお姫様がいた。黒いものが大好きな黒雪姫はバイキンマンに惚れ、別荘を真っ黒けにしてしまった。街も黒く染まっていく中、ドキン、ちゃんと黒雪姫のバイキンマンをめぐる、大喧嘩が始まって、それいけ、アンパンマン映画作品。ありがとうございます。